ペンロッド男現る。ちっちゃちっちゃな糸がなかなか落ちていかないよね。おお出し方がさすごいもんね。なんか漁みたいなもんちょっと、うん、漁師さん、漁さんですか。ここは何釣れるんですか。ふぐ、ふぐねないんですか。くせふぐ、くせふぐねない。あ、あれですか、ふぐに恨みがあって。そう、全部買ってやろうと思って今頑張ってん。あ、なるほど、うん、竿がそれで大丈夫なんですか。フグ用ロッドかな。フグ用ロッド、ペンロッドじゃないですか。フグロッド、フグロッド、うん、でもね、うん、フグ専用なんだけど一回も釣ったことないの俺。駆逐できないじゃない。全然ねえんだ俺。もうちょっとで釣れんだけどな。もうこれかれこれ78年やってんだけど。78年いくつからやってるんですか。78年フグと戦っているんだけど。だって20歳足したって98歳ぐらいになりますよ。それ99の年がないもん。99の年、うん、それにしては随分若いし髪をつけてるし。整形しまくったからね。整形しまくったんだ、うん、ジャクソン・マイケルに憧れて。鼻も目も口も全部変えたの。全部変えたの。全部変えたよ。パーツがほぼ全部変わってる、うん、なるほど。髪も黒いのもそれ。黒いのもね。これは塗った塗った塗った色を塗ったの。あ、塗ったのね、うん、牧獣で塗ったの。牧獣で塗ったの。すごい。で、なんで釣ってるんですか。フグ今まで釣ったことはないないな。78年間その続けられるパワーって何ですか。まあやっぱりフグが好きだから。いや、本当ありがとうございました。いや、さっきさ、あっちの波打ち際のさ、うん、こうさ、すげえでっけえ気付いたもんね。いたね。その前に見てみようか。ゴンズですか。うそ違うでしょ、キスでしょ、あれ。キスにしたら丸くない。なんかあーネゴチ系だよ。でも群れなしてっかんね。ここら辺だと、あー見えた揺らいでて見えねえな。シロギス、ね、あそこまで上がってくんだね、うん、いた。アニセンポウゆっくり巻き。あ、でもこれあのジグヘッドでワンだから、うん、そこをズルズルとズルズルと砂を巻き上げながら、うん、フグよこいと。重り、一番下の重りが入っちゃうとそこでガチってかかるかもしれないから、そう、そこまで落とさないように、はい、そうするといい。ブルブルブルってする。そう、上上げた時にブルブルブルってするのはね、水の抵抗ですね。そうなんですね。そう、男にも騙されちゃダメだぞ。あれじゃない？あの魚魚魚っていうのを歌いながらやると、食べるとアンリー、アンリー、 LOVE。 逆に逃げた。すごい、大群が逃げていきます。あ、ダメだ、食べる歌だからダメだ。ダメだ、食べちゃう。食べられると思って逃げちゃったんでしょ。
怒った。アンリちゃん釣れた。アンリちゃん、ついにありましたね。はい。イエーちっちゃ。大きいね、大きいね、ちっちゃ。でも坊主じゃない。坊主じゃないね。念仏台ですね。懐かしいですね。タイではないですけど、こう念仏台って言われるやつ。前に兄さんがね、釣ってるんだね。念仏台同じの。多分兄ちゃんいたんじゃないかな、その時。うん、金魚。そう、金魚。通称金魚って言われてるやつですね。じゃあ戻してあげましょうか。これはね、これは何もできませんから。これ兄さんが知らないうちに釣るっていう。兄さんがね、まあこれからイカ釣ってくれますから、きっと彼が、ええ、そこを期待して僕らこういう小物釣っていきましょう。数を稼ぐみたいな。バイビー。バイバイ。ありがとう。このまま使えそうだな、この餌ね。確かに。はい、ありがとう。はい、いつもおめでとう。やったー。釣れた。はい、お疲れ様です、はい、今見てもらった通り、顔まで持ってきてもらっていいですか。 あんた女優でしょ。ま、 またね、念仏台っていうのがね、かかりましたね。まあでも、とりあえず2匹目、はい、え、またつ、まあでもちっちゃいなと。そうだね、確かにね、いいだね。じゃあ逃がしてあげましょうか。はい、はい、というわけでまたまた例の金魚です。金魚です。そしてまた釣ったのはアチキです。え、なんで。ヘッドカメラ通りですが。でもやっぱりちっちゃいけど、やっぱ釣れる感覚には違いないから楽しいね。というわけでまたキャッチ&のリリースをしたいと思いますけども、はい、おーい、キャッチ&リリースまだできなかった。まだできない。まだ針取ってないよ。何小ボケかましてるの。まだです。まだです。じゃあキャッチの、はい、キャッチ&リリース。えい、投げつけちゃった。投げつけてもないよ。さあ、兄さんはどうなのかな。兄さんはどこにいんだ。あそこら辺いそうだけど。あー、いましたね、いましたね、いましたね。すごいですね、ちょっとスナイパーしたいですね。もうですね、時間が、もう見えないけど、時間がもう7時回ろうとしてますね。あ、もう何にも言わなくなってる。あー、お魚タイム終了かな、うん、お、ちょっと待って、これアンリちゃん、このまま行くとアンリちゃんは初の坊主だけど。あー、やだ。やだ、初の坊主だけど。釣れるまで私はここにいます。釣れるまで私はここにいます。このまま行くとアンリちゃんも坊主ね。来た瞬間を取ってあげたいと。ね、あそこの沖も微動だにしねえもんな。ちょっとあれもあげるか。